クボさん、ちょっと面白い名言また見つけてきましたよ。えっ、ー、と、アイルランド出身の演劇家、社会主義者、音楽評論家、ロンドンスクール・オブ・エコノミックスの創立者であるジョージ・バーナー,ー,ナード賞。ジョージ・バーナード賞。あなたが一番影響を受けた本は何ですかという問いに対して、銀行の預金通帳だよ。 これ興味深くないですかあなたが一番影響を受けた本は何ですかって聞かれた時に、ジョージ・バーナード賞は、うん、銀行の預金通帳だよ。<laughs> なかなかファンキーですね。特に日本人は貯,貯蓄する国民性なので、通帳を見て気持ちを左右されることが多いかもしれません。とうん、影響を受けるってね。そう。通帳を見て、うわみたいな。<laughs> これはなんかおもろいですね。うん そうなんかね、堀江さんが最高年収200億とかなんか,なんか,なんかで言ってたんですけど、200億か100何億かとかね、<laughs> よくわかんないですけど、<laughs> ぶっ飛んでて、年収何百億ってすげえなみたいな、ね、<laughs> まあ、あの、堀江さんはどういう影響を受けたんですかね、通知を自分で見て。 まあ、あのね、学生の頃はね、あの、そんななかったのに、どんどん通帳が増えてね、まあ、前沢社長さんとかも通帳1000億あるとかね、どういう影響を受けたんでしょうね。<laughs> うまあ、僕もね、日々影響を受けてますね。あ今月もうちょっとだなとかね。<laughs> 僕、毎日チェックしてますね。あの、数字を見てますね。あこ,これぐらいか、と。じゃあ,あとこれぐらいだなとかね。 常に見て影響を確かに受けてますね。常に毎日見てるな、通帳まあ僕は今アプリなんで、アプリで確認してるんですけど、そう。うん。影響受けてますね。うん。まあでも、あの、堀江さんの意味あんすかみたいなね、あれはね、すげえ良かったっすね。今思うと。まああの、会場ではちょっと、 あの失笑も生まれましたけどね、なんか、やり合いの時になんに、すげえ恥ずかしかったし、すげえ恥ずかしかったし、なんか、その時にやっぱ、ね、冷静さを失ってるというか、やっぱ壇上からね、その聞いていい意味あるんですかみたいな、<laughs> こう言われたら、まあ、頭真っ白ですよねあの、あの堀江さんから直接言われたら、壇上からね。 多分酒飲んでる時とかだったら一緒になんか酒飲んでなんか,なんかそういうこと言ってた時だったらまたちょっとかわ、展開は変わってたかもしれないですけど、ちょっと真っ白になってなんか、ううってなっちゃいましたね。でも今はまあ冷静に考えていろいろな展開ができるんで、まあ今後もその、堀江さんのね、それ聞いていい意味あるんすかみたいなね。<laughs> ずっと使っていこうかな、私としつこく。めちゃくちゃしつこく使っていこうかなと。で逆を言うと、今度僕が60とかになって質問が来たりとかしたらね、 それ聞いていて意味あんで,すかみたいなで、昔僕はそういう質問をした、そういう質、もしね、僕が、僕みたいな質問をする人が現れたのだよね、それ聞いて意味あるんですかって言った後、過去にね、僕は同じような、君とね、同じような質問を、えー、30代の頃、堀江さんっていうね、堀江門っていう、うん、まあ、その時堀江さんが生きてるか分かんないですけど、堀江さんっていう人に聞いたんだよと。そしたら、聞いて意味あるのって言われたんだよと。 で、そこから悟っていくわけですよね。<laughs> うん。これはね、使えますね。まあ僕、僕み僕と同じような質問をしてくる人が今後現れるかどうかはわかんないですけどね。現れたら、まあ、使おうかなっていう <laughs>。で僕はその後続きますけどね。うん。その後続けますけどね。それは堀江さんができなかったことを僕がやります。そう。 僕が展開していくっていう。堀江さんは多分まあ、めんどくさいんで多分ね。かあのー、正直 <laughs>、うん。僕はまあやりますよ。堀江さんにできなかったこと。こ、うんな感じですかね。はい、い銀行の通帳はね、影響を受けると思いますよ。うん、はい。ということで、いってらっしゃい。